堀江由衣です。お便りを紹介します。東京都のペンネーム正臣さんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。最近某バラエティ番組で芸人さんが突然事件に巻き込まれて探偵役にされ、事件を解決しないとその場から帰れないという、最近どこかのバースデーイベントで見たようなことをやっていました。ほっちゃんはもし突然お仕事やプライベートでこのような役を振られたら役になりきることができますか、というお便りいただきました。ありがとうございます。そうこれね、スイダウですかね。これもこのシリーズ私大好きすぎて、もうなんか始まった、テレビで始まった途端諏訪さんに始まりましたやってますみたいなの速攻送りましたよねいやもうほんとすごい好きで、めちゃくちゃ面白い。2週にわたってやってましたけど、めちゃくちゃ面白かったですね。そうこれが今第2弾をこの間やってたんですけど、これの第1弾見て、これめちゃくちゃ面白い、やりたいってなって、バースデーイベントにね組み込んでいただいててはい、なので私だからもしプライベートで急にこの事件起きて解決しなきゃみたいなのが、明らかにこのドッキリと感じたなって始まったら全然やりたいですけどね。なんかめちゃくちゃあんな贅沢な脱出ゲームないわけじゃないですか。めちゃくちゃ楽しそうって思いますけどね。だってもう本当に村中使ったねマーダーミステリーって言っても過言ではないみたいな感じで、もうめちゃくちゃ楽しそうだなと思いましたけど、あれやりたい、絶対やりたい。またねバービーでも正直またやりたいですねで本当にこの間の場合ではリハーサルするんだけど、リハーサルできることが少なすぎてすっごいさっさと終わってましたよね。なんかVTR も見ない、当日見たいからなんか見ないようにするとかっていろんなコーナー飛ばしてたら、なんか全然やることなくてリハ早みたいな感じでしたね。このね当然事件の下りも私は参加できないから、で皆さんはね出演してくれた皆さん、ビムスの若手の皆さんは頑張ってくれてたんですけど、私はそれを当日までできないから本当にねさっさと終わってましたね。これまた本当にねやりたいなと思いますけどね。本当面白かった。なんかお蕎麦食べようとしてお蕎麦に毒が入ってるかもしれないからダメですって言われてるけど、お腹空いてるねっていう、なんかむちゃくちゃ面白い。なんかなんか実際もしかしたらこうかもしれないなっていう、事件起きてるけどお腹は空いてるっていうのってなんかあるかもしれないなって思いながらね、すっごい楽しく見せていただきました。なんかわかんないけど、オンエアもうテレビではもう終わっちゃってるんですけど、なんかあれいろんなとこになんか入ってるかもしれないんで、もし知らない方はぜひ配信とかで見てほしいです。私大好きです本当に。ということで堀江由衣の天使の卵、今夜もあなたのハートにエンジェルビーム。この番組はキングレコードの提供でお送りします。大事な改めましてこんばんてん、堀江由衣です。先日ちょっと撮影がありまして、久々に朝5時起きみたいなことをしました。でなんか集合が6時半とかだから、場所はね全然場所は都内だったんですけど、だから全然家から行けるんですけど、さすがになんか6時集合とかで自宅からだと4時とかなんか3時とかに起きなきゃいけなくなるかもしれないと思ったから、近場のねホテルにちょっと泊まって5時起き、それでも5時起きしたんですけど、だから早く始まったから終わるのが
早くって朝10時半ぐらいには終わったんですよ。で朝10時半に終わるって、まあ、あんまないからでもこっちは長い間起きてるからもうテンションも上がってるし、うーんどうしようアニメイト行こうかなみたいな冗談しちゃう。あのねマミちゃんのガチャガチャがね出てたから、アニメイト行ってガチャガチャ回そうかなっていう感じで、なんかでもあのその日一日あのちょっと早く起きてるからなんか有意義にね過ごすことができました。いやでもさ朝5時から、まあ、撮影、まあ、その場所の関係でどうしてもそうなっちゃったから、あの早めに終わんなきゃいけない場所だったからしょうがないんですけど、でもさ5時起きに起きていい写真って撮れるかなっていうのって毎回ちょっとね毎回ちょっと思うっていう感じでしたね。でもそれでも頑張って結構早めにホテルに行って、で早めに寝るようにして、でなんか何時間寝たか知りたいから、あのポケモンのやつを作動させて、で結局でもなんか5時間とか 6時間いけないから5時間台だったから、あまあ寝た方かみたいになりましたけどね。でもやっぱり次の日早く起きなきゃいけないって結構プレッシャーかかってるから、あんまり寝れないんですよ。で私ポケモンスリープ見てると、もうあの寝つくまでが5分ぐらいでストーンって落ちて、そっからずっとぐっすりなんですよ。だいたい本当にぐっすりで、でバッてまた上がって起きてるみたいなことが多いんですけど、やっぱねそのねあの5時に起きなきゃの日はなんかやっぱこのあの何ギザギザが寝たり起きたりみたいなギザギザが結構ねついてましたね。はい、なので普段見ないポケモンが寝てましたけどそれはそれでいいんですけど、いいんですけど、まあそんな感じでね撮影してまいりました。はい、何の撮影だったかもう後ほどというかそのうち、お伝えすると思います。ということで、では皆さんから届いた普通歌を紹介していきましょう。そうその前にあのねこの間お話しした先週先々週ぐらいにお話ししたんですけど、ちょっと前に夜ね転んだんですよ。あので転んだ原因がちょっと急いでて小走りになった瞬間があって、でその時に靴ひもを踏んで、で次の足が踏まれたから出なくって、それで転んだって思ったんですよね。で転んでいたたたたってなった後に、あーもうちょっとすりむいたわとかいろいろやった後に、あーそうだそうだ靴ひも踏んだから直さなきゃと思ってパッて見たら靴ひもほどけてなかったですよ。で何この靴ひも踏んだけど踏んでない現象みたいなことを言ってたら、それについてのお便りがね何通か来たのでちょっと読んでみたいと思います。てんたまネームホルネコのカバンさんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。靴ひも踏んでないのに踏んだ現象で転んだということで、ほっちゃんの靴ひもってもしかして長くないですか？蹴り出した方のひもの先端アグレットか輪の部分が片方の靴のどこかに引っかかって転んで、立ち上がったら偶然ほどけたのではないでしょうか。スニーカーなら、上の方に2つの穴が余ってると思います。この穴はランニングとかでフィット感を増すための穴です。その穴を使えば長く余った紐を短くできますよ。ということでね、今日たまたまなんですけどその転んだ時の靴を履いてるんですが、見て別に紐長くないんですよ。これ紐長くないし、そもそもほどけてもないし、あの踏んだと思ったら本当に踏んでない。なんかねあのこう上げたい足があの上がんない感じだったんですよ。あの踏まれてるからっていう感じだったんですよね。だからねこれちょっとね当てはまらないなって思ってて、でもう一枚、群馬県の天玉ネーム白コンペイトーさんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。ほっちゃんは夜道で転んじゃったそうですね。しかも靴ひもを踏んじゃったようなのに靴ひもはほどけてなかったとか、それはきっと妖怪すねこすりのせいだと思います。すねこすりは岡山県に伝わる妖怪で、丸っこい犬または猫のような可愛い姿をしていて、夜道を歩いている人のすねに寄り添って歩く邪魔をする妖怪だそうですが、中には足を引っ張って転ばせる妖怪もいるそうです。岡山といえばマステ工場で有名ですね。ほっちゃんがマステをいっぱい集めたことで岡山のすねこすりを呼び寄せてしまったのではないでしょうか。どうすればすねこすりに帰ってもらえるのか私にも分かりません。ありがとうございます。そっか、まあ、そんな可愛い妖怪が
いるってことは分かったんですけど、あのすねこすりと靴ひも踏むって結構違うじゃないですか感触が感触がすねをねこすられた感じでもないんですよね。まあこれいたら可愛いからちょっと見てみたい気はしますけど。もう一枚、栃木県のペンネーム、ラジオネームがないんですよね、男性の60歳の方からいただきました。楽しく聞かせていただいています。それは足がもつれて足に足が引っかかる現象で私もありましたということ違う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 んですよ違うんですよ。足がもつれた感じでもなかったんですよね。なんかあの踏んだ感じが、踏んで上がらなかった感じがしたので、なんかまたねこれもちょっと違う。あとラジオっていろんな人聞いてくれててありがたいですね本当にね。初お便りですかね、本当ありがとうございます。あのなのでなんかなかなかねこの現象に名前がつかないんですよね。未だ解決できず、未解決未解決事件のままなんですけどね。なんかこの現象なんか他にもまだね、解決法がありそうだったらちょっと教えていただきたいなと思っております。あ、じゃあもう一枚、東京都の天玉ネームガチョンさんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。先日健康診断で肺活量を測定しました。その時に感じたのですが、発声についてプロの声優さんは声の通る発声法や呼吸法のトレーニングをされていると思います。すると肺活量の測定値が高く出るのではと思いました。ほっちゃんは肺活量を測ったことはありますかということで。肺活量を測った記憶がもはやあんまりないんですけど、下手したらなんか学校の健康診断とか、それかなんかジムの最初のあるかな、ジムにあるないかってことは、もう学校の健康診断とかがもう最後だったから、その時全然あのこの仕事をしてないので、だから肺活量が増えたのかどうかちょっと分かんないですね。でもなんか肺活量がどうのって感じでもないなって気はちょっとしてて、どっちかというと歌とかをがっつり歌う人の方がなんか肺活量ありそうっていうイメージはねありますけどね。どうなんだろう。でもこういうさ検査みたいなやつってもう全然何にも測ってないわけじゃないですか。だから自分が今どうなのかってちょっとわかんないですよね。私だから縄跳びとかで二重跳び、自分の頭の中ではこうやれば二重跳びできるっていうのはあるんですけど、果たして本当にできるのかっていうのと、やった時に膝壊さないっていうなんかドキ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 で、なかなかチャレンジちょっとできないですし、あとあの何、自分がじゃあ今50メートルを何秒でできるかとかもうちょっとわかんないなと思って。で何年か前にまだ文化放送が四ツ谷にあった頃に近くの公園があって、そこで鉄棒があったから逆上がりはやってみたんですよ一回。なんかその昔の天玉で話したんですけど、逆上がりはもうできなくなってたからあ、逆上がりはできないのねっていうところまでは記憶あるんですよ。だから走り幅跳び、でもそれこそでもそもそも何メートル飛んでたかが分かんないからちょっと分かりづらいですよね。でも全然飛べる気はしないんですけど、でもほらよくあの映画とかでさ追い詰められてビルとビルの間を飛ばなきゃいけない時あるじゃないですかあの時に絶対飛べないんだろうな絶対飛べないんだろうなとは思ってますけどね。はいもうだからどうなんですかね。50メートルとかも私もともとそんなに速くないから、今本当に本気で走った時に何秒で走れるかちょっと全く、しかも転ばずに走んなきゃいけないと思った時に本当に何秒で走れるか全く想像つかないですね。はい、ということでこれなんか、いやでもいい、これさじゃあ測ってみようってなるじゃないですかで測った時に怪我する可能性そうね、この測定で怪我する可能性あるからちょっとやりましょうってね言いづらいですね。はい、ということでな、やっぱ日々ね、日々ちょっとずつでもやっぱ運動って大事だなって思います。はい、皆さんメッセージありがとうございました。ではここで1曲お届けしましょう。
リクエストが届いております。てんたまネーム山やんさんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。冬っぽい曲を探しましたがアイスさんにありましたのでリクエストいたします。今の時期は田舎道を車で走りながら夜明け前の月を見るのが好きです。今度のドライブのお供はアイスさんに決まりました。ということでね、こんなお便りをいただいて、しかもちょっと珍しい曲のリクエストだったので、ちょっとかけたいなと思います。これね、まどかちゃんが作詞をしてくれました。聞いてください。アイスで白い月。私はミスモノクローム。12月に入ったからこの1ヶ月間は毎週私が歌うホワイトクリスマスをかけてもいいと思っている存在。今のリクエストメッセージ書いて。いや、私が書かなくても来るんじゃないですかね。そういう消極的なのダメ。チャンスはもっと積極的にいかないと。わかりました。じゃあリクエストメッセージ書いてみますね。今度のクリスマスの思い出も一緒に書いてね。はあ、ではメッセージを紹介します。東京都天玉ネーム陽介さん。サンタを捕まえようとしているというのは本当ですか？ふふふ。去年サンタが来た時にトナカイに GPS を仕込んだ。捕まえようと思えばいつでも捕まえられる。サンタの居場所押さえた。ふふふ。いや、何する気ですか。まだまだみんなからの質問待ってるわ。堀江由衣の天使の卵。続いてはこのコーナー、ほっちゃんに相談だ。はい、皆さんが困っていること、悩んでいることを募集、それを私がズバリ解決していきます。好きなコーナーですね。っていうと嫌いなコーナーがあるみたいな感じになっちゃいましたけど、好きなコーナーですね。大阪市天玉ネームハイアットさんからいただきました。おっちゃんこんばんてん。必ず喜ばれる鉄板の大阪土産って何でしょうか。あー、必ず喜ばれる、なるほど。生がいけるんだったらあれだよね、もうあの551のさ、豚まんかリクロおじさんのチーズケーキじゃない。もう
いいよね、生がいけるならね。で私なんか大阪駅に昔新大阪か新幹線乗るとこだから、なんかあのお団子みたらし団子みたいなやつですっごい柔らかいみたらし団子が売ってた気がしたんですけど、あれなくなっちゃったのかな。なんかそれを毎回買って帰ろうと思って探したけど、場所が変わったのかなくなっちゃったのかなくなっちゃって、だからあせっかくお気に入りのお店見つけたのになって思いながらちょっと残念だなと思ってたんですけどね。まあでも 生っぽくすぐ渡せるとかだったらその辺がいいかなって思いますけどね私は。はい、千葉県のてんたまネーム黒猫のカルテさんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。友人かっこ男性に待望の第一子が誕生しました。贈り物をしたいのですが、洋服だと奥さんの趣味と合わないといまいちかなと思ったりして、何を贈ればいいか悩んでいます。アドバイスいただけると嬉しいです。これ何がいいですか。そうそう、そうそう、何がいい、この第一子誕生の時にもらうもの。あでもやっぱ可愛い服とかは普通に嬉しいよ、うん、あ結構服は嬉しいんだ、うん、あまあでもお子さん多分汚すからね、うん、何枚あってもみたいな感じですよね、うん、なんかほら奥さんと趣味が合わないみたいな心配されてますけど、あのそうでもないギフトカードそれを言ったら、でもほらそれを言ったらさ私でもあのなんかタオルあげたことあります。あのくるめるタオルみたいなちっちゃい赤ちゃん、あ、うん、覚えてもらったの覚えてますよ。おう、瀬尾さんにあげたっけ、うん、何をあげました。アルマーニの子供服。そうだ、あそう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 、なんか子供服さんってあんまりねやっぱ消耗品みたいになるじゃないですか、子供ってすぐ大きくなっちゃうし、だからあんまいいやつ買わいいやつ買わないからだけどちょっと語弊がありますけど、だから逆にそれをちょっと上げてみました。めちゃくちゃ良いブランドのすっごいちっちゃい服、うん、そうそう、なんかアルマーニ、男の子にアルマーニって可愛くないみたいな感じで、なんかそんな感じでちょっといいお子さん服をあげて、なんか願わくば取っといてほしいなと思いましたけど、多分捨てられた。あるある、あるある、すごい、え、じゃあ2人来てくれたのかな、お子さん2人。わすごい、それはちょっと嬉しいですね。なんかそうそう、なんかちょっといい服だったらこんなサイズだったんだよみたいな感じで記念品としても取っておけるかなと思って、私はそんなものをちょっとプレゼントしたりしましたかね。はい、なんかそうちょっといいものって買いづらいのかなって、逆にあのね大量に買わなきゃいけないからと思いながら送りました。じゃあもう一枚、てんたまネーム頑張りたくないさんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。今度転勤する羽目になってしまったのですが、嫌なの新しく住む場所を探していて4箇所候補が出てきました。それぞれに利点としては、賃貸料、家賃このことかな、最寄りの駅が近い、宅配ボックス、トイレ、ウォシュレット付き、会社まで近いがあります。ほっちゃんならどの点を優先しますか。はあ、これは難しいね。日当たりじゃない日当たりじゃない、違うかな、なんだろうね、この4つならですもんね。家賃か最寄り駅か宅配ボックスとウォシュレット会社まで近い、まあでも会社まで近いじゃない、なんか結局会社に行きたくないが一番きつくない。あと毎日例えば1時間電車に乗ってるのと20分で着くのってやっぱ違う気がするから、だから会社まで近いが重要なんじゃなかろうかと思います。はい、頑張って転勤頑張ってくださいということで、なんか今回ねあの楽しい質問ねいっぱいいただいてありがとうございました。答えられてると良いんですけれども、引き続き皆さんからの相談ごとお待ちしています。
堀江由衣の天使の卵、そろそろお別れの時間になってしまいました。この間にもう一回話し合って、なんだかんだ築浅、まあ、願わば新築がいいよねって話にちょっとやっぱなりました。築が浅い方がいいんじゃないかなって。やっぱほら新築の家にさ住もうと思うとさ、めっちゃ大変じゃないですか。自分で買ったりとか建てたりとかして。でもさ、探せばたまたま新築のマンションとかって借りられるわけじゃないですか。だからなんか新しい誰も使ってないピカピカのお家ってなんかいいような気がするので、それもちょっと考慮に入れてみてはいかがでしょうか。ということで、番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。おはがきは郵便番号 105-8000 に文化放送堀江由衣の天使の卵それぞれの係まで。メールはすべて小文字で tamago@joqr.net、 tamago@joqr.net、 tamago は TAMAGO です。メッセージを紹介したリスナーの皆さんにはキラキラエンジェルステッカーをプレゼントします。そして番組のホームページはこちらです。 http://king-cr.jp です。ということで、この時間のお相手はもうなんか日当たりのいい新築なんてさ最高じゃないですかな、堀江由衣でした。それじゃあ来週もあなたのハートにエンジェルビーム。この番組はキングレコードの提供でお送りしました。